KIT03 賞金トーナメント見どころ紹介。はい、はい、ということで賞金トーナメント、はい、組み合わせ出ました。出ました、ここに出しておきますね。はい、はい、はい、出ました。ということでこれの、見どころ紹介というか、これはどういうふうにして俺が組んだのか、どういう、過去にどういった対戦経験があるかというのをちょっと言っていきたいと思います。楽しみ。で、1回戦塚田対大塚、はい、森と山中、グラント平田、主者大塚と、でこの 4つの組み合わせになりましたね。で、大塚くんが、最後の1枠で入って、でこれで8人 X ね、ミスター X、 そうミスター X っていうのがかなりちょっと、ね、なんか大物が出てくるんじゃねえかみたいなこと言ってましたけども、いや全然大塚選手も大物だと思いますよ、うん、ということで、まあカルペディウムから2人ね、はい、大柳平田で別ブロック、はい、でダウンファイトから2人、塚田主者がこれ別ブロック、はい、で森とグラントが、クインテッドのチームウルフで同じチームだったからってこれを分けてっていう感じで、で山中君と大塚選手が特に何もなしっていう感じで、はい、で組んだんですけども、でここで、いろんなちょっとそういったその分け方があって、でそれで大体その誰が誰と戦いたいか、いろいろ結構インタビューでも聞いてたんですね。でそこで、じゃあそういった意見も組みつつ組んだのがこれです。これが俺が組みましたということで、1回戦塚田対大柳ということですね。はい、はい、これは去年の JBJF 全日本の1回戦でやって、塚田くんが、大柳くんにフットロックで一本負けしたと。で塚田くんはね、その JBJF 全日本今年もね、出て、山中選手にやられてしまったと、うん、ちょっと全日本でちょっとあれだったんですけど、 KIT トライアルで優勝してね、出場権をもぎ取りました。そうですね、はい、塚田大柳この試合どう思いますか。僕ですか。はい、どうなんだろう、やっぱ年齢差ですよね、まず。そう、大柳くんはね、ヤングガンですよね、はい、まあ、けど25つとかもうヤングでもねえかな、まあでもノリノリで、ね、そうですね。で塚田くんは40超えてますからね。で群馬県の工場勤め、もうブラジル人みたいな残業やって、はい、で練習やって帰ってまた、次の日朝仕事行ってみたいな、はい、結構ねしんどい生活をしてるみたいですね。すごい。そうで子育てもありつつみたいなところで、まあ大柳くんはプロとして、昼練習やってドリルやって指導やってまた夜も、練習するみたいな感じでやってるんで、ちょっとねここはね、はい、ちょっと大柳くんがね、過去にも勝ってるってこともあるし、でその塚田君が1回戦負けした全日本選手権でも3位入賞してますからね、うん、ちょっとね大柳君がちょっと有利かなと思ってるんですよ、まあ、塚田君のガッツもガッツマンですか、ね、いやいやそうガッツがあるんですよ大柳君はね、本当ちょっと優しいんでね、うん、この間のね最後の森戸選手との試合もね、最後の最後でねちょっと崩れちゃったんで、そこら辺がどうなるかなっていうところがあります。はい、まあちょっと塚田大柳が1回戦、そしてその第2試合目森戸対山中、もうここでいきなり組みました。なかなかの好勝負やね。そうで森戸選手がもうこの間のね、JBJF 全日本3者連続一本勝ち、うん、もう決めの強さを見せまくって、しかも勢いすごいね、森部選手も決めると、それなかなか、ね、とんでもないと思いますよ、うん、で過去ずっと負けてたその森部選手にリベンジというか、あれ途中で主者もやっつけた、主者 1回戦を主者決めて、それもすごい、主者準決勝で世良君を決めて、うん、決勝戦で森部選手決めました。普通に考えたら今に。そう、まあこのトーナメントの、まあ、優勝候補筆頭なのはこれ森戸選手なら間違いないと思います。この2人やったことあるんですか？あ、過去にやったことあるみたいですね。あ、そうなんですか。はい、でその時は森戸選手が勝ってるそうです。うーん、で山中選手、で山中くんもね、インタビューでもちょっと語ってたんですけども、元気なうちにやりたいと。森戸選手とやりたい、元気なうちにやりたい、だから1回戦って言って、それがちょっと残ってたんで、じゃあ森戸対山中1回戦でっていう。なるほどね、フルパワーで思っちゃう。ちょっとね俺は山中君にね、シンパシーがありますので、ちょっとね、KIT02 の時もね1本で負けちゃって、でこの間全日本でも負けちゃって、うん、でやっぱそういう風にね、今一つねトップで、もうトップグループの一角だと思いますよ、はい、けど盤石のトップっていうかなってないんでね、ちょっとここのトーナメントでまた飛躍してほしいっていうのもあって、ちょっと1回戦で、けど山中選手も勝つチャンスあると思いますよ、元気なうちにやりたいって言ったんで、もうお互いヘロヘロな状態でやるんだったら、ちょっとあれ、ね、体格差もあるじゃないですか、フェザーとライトって言ってね、
ちょっとこの森戸対山中けど、まあ森戸君のね有利なのは、これも否めないというか間違いないですよね。はい、チュミさんどう思いますか。そうですね、森戸選手の凄さをこの間見たので、まざまざと見せつけられましたね、JBJF 全日本、はい、でも、ケンヤ君のことをもう応援してるっていうのも、なんでしたら名前で呼ぶんですか、山中選手、あのピーナッツの T シャツも私、買いましたよ、持ってます。はい、ケンヤ、そう、山中選手も、俺はケンヤだけど。何で下の名前で呼ぶの？だって下の名前で呼んであげてよ、じゃあ。キヤさんって呼んでます。キヤって。いや、呼び捨てしたらぶん殴りますよ。呼び捨てしたらぶん殴りますよ。いや、ダメだろ。呼び捨てダメです。はい。いや、なんで下の名前で呼ぶの？あ、でもよく見てご挨拶とかして、でもケイト君のこともケイト君。そうですね。あ、なんでチュミさんはそういう下の名前で呼ぶの？年下だからかもしれない。じゃあ、この使っちゃうのこと、一太郎君。いや、一太郎は年上でしょ。イチタロウは、コウシロウのことなんて呼んでるの？コウシロウは呼んでますね、なんでしょうかね。え、橋本智之は？橋本先生。なんで？年下でしょ？いやでも先生、あ、まあでもケイト先生も呼んでますけどね。本当？はい。やっぱそこら辺になんか女出してくるよね。下の名前で呼ぶあたり。いや、そうなんですか。はい、はい、じゃあ森田対山中ですね、はい、じゃあまあここは山中頑張ってほしい。でもね、ね、下手したらもしかしたら勝つチャンスはありますよ。いや全然あると思うよ、ね、だから今回ね、山中君が、どんな手を使ったらも勝ちに行くと、うん、どんな試合でもいいから、もうしょっぱからは何だろうが勝ちに行くって言ってたんで、そういうようなその勝負論に徹した結果にこだわった山中っていうのを見てみたい、うん、だって今回はね、本当にもうね、KIT02 で、メインイベントでね、もう1本取られちゃいました。でこの間も話したんですけど、ね、攻守ともに順調な石黒翔也で、その試合前にね、ディズニーランドが行ってイチャついて、で山中君はその時にはいろんなごたごたもあって、そのイグルに泊まり込んで、イグルのあのソファーで寝てピーナッツバター舐めながら、で俺何やってんだみたいなことをあのつぶやいてたの俺は忘れてませんよ。でそんなとこでそのリア充に決められてしまった山中って、これで終わっちゃダメだろうっていうことで、このトーナメントやるって言った時に真っ先に声かけて出るって言ったのが山中健也ですから、うんうん、ちょっとね頑張ってほしいっつもありますけどもね、はい、頑張ってほしい山中健也、はい、はい、そして反対ブロック、グラント・ボクダノフと平田光志郎、これどうですか。光志郎、それあれでしょ、カルビディウムだからでしょ。そうですよ、でも光志郎すごいと思います。もちろんもちろん、もうスパーとか見てても、うん、もう無双してますし、あと最近ちょっとかっこよくなって、あのタトゥー入れて、ね、アルゼンチン帰りで、そう、あのタトゥー入れてますから、あの、モデルナームかアルゼンチンアームかっていうぐらいの、これはなかなかですよ。そう前のちょっとなんかあの紫とか時代のもうちょっと少年さがあったじゃん、今なんかちょっと貫禄出てきたの。あのやっぱりね、都会に出てきて、でそういう風にあの大人にも揉まれて挨拶できるようになりましたね。ああそう、はあ、今何歳ですか。22、うん、21にそんな感じでしょう。だまあ平田幸四郎で、まあ、今回 そのダブルゴールドね、チャオビのダブルゴールド全日本ね、で KIT トライアルも、一本勝ちして神拳をやって、でもう文句なしで出てきました。で今回の台風の目と言っていいんじゃないでしょうか、ダークホースだと思いますよ。でそこに、グラント・ボクダノフ、グラントだって今、JBJ の全日本で黒帯デビュー戦、そこでミドル級で優勝、うん、そしてミドル級は同期込み 82.3kg、うん、この大会は同期込み 73kg、うん、8キロですよ、減量すごい。あのね、同期なし 73kg だっていう勘違いしてました、グラント・ボクダノフ。そうなんですよ、大丈夫でしょうか。なんかすごいあのインスタとか見てると、あのすごい絞ってる写真最近載せてるイメージですね。そうですね、もうバキバキですよね。でまあグラントはあの MMA とかもやってるから、その前日計量も慣れてるし、その水抜きとかも結構ある程度、できるということを言ってはいるんですけども、ちょっとそこがその減量がどうなのかっていうのがまず一つですね。でそこの体調面が盤石であれば、平田幸四郎というとも苦戦やむなしと。もしかしたら平田幸四郎もね、実はね結構コロッと負けてるんですよね。海外で俺もう忘れられない、一緒に行ったそのヨーロピアンであの青帯で、うん、出てすんげえ強いって言って、イゴールとかが異常にあの幸四郎は強い、幸四郎は強いって言って、どんなもんだって言って会ってみたらもう無表情で挨拶もしない男で、で試合出たらコロッと負けるし、何なんだお前はって言ってた思い出があります。その時にね、俺もあのいろんなあの帰国してからね、警察沙汰になって大変な時でしたよ。
そんなことがあったんですよ。あったんですよ、フランコファミリーとのいろんないざこざがありまして。僕の大会で暴力事件、そうですね、そういった、そこの立役者の立役者の一人が平田浩志郎ですから、その原因の一員が平田浩志郎がありましたから、何なんだこいつはと思って、もうビデオ係、そう、帰国してからはもう二度と関わることはないだろうって言って捨てゼリフを言ったんですけども、まあ腐れ縁というかなんかいろいろとやることになって、はい、仲いいですね。そういうことですよ。でそれで、まあ、グラント対平田で、ここもね、だからこうしろって茶帯で強い茶帯だから黒帯はね誰もやりたくないと思うんですよね。あ、なるほど。で黒帯の人がちょっと意識するよね、茶に負けちゃうのみたいになっちゃうから、うけどグラントはついこの間まであの茶帯だったし、その辺はあんま考えないで、そう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 、でやっぱでそこでもグラントはやっぱり誰でもいいって言って、茶帯だろうかなんだろうって誰でもいいって言って、そこでどうも男気ある発言してたんで、うん、じゃあちょっとっつってここで組ませていただきました。けど平田浩志郎が勝つ可能性もあるし、グラントが行く可能性もある、うん、なんかでこれ分かんないよ、グラントと平田分かりません、パワーすごそう2人とも、そうだからグラントだって本当にもう落とすクレーさえクリアすれば俺はもう決勝ぐらいまで行ってもおかしくないぐらいのポテンシャルはあると思いますよ。そうですよね、最もでかい、でかいし決めるし、前日計量で測った後ってご飯食べるじゃないですか、うん、どれぐらいめっちゃ戻るよ、戻ります。でそれでだ水抜きとかで落としたら、その水抜きした分はだ水の上に戻るから、あ、そうですね、さらにそこで食事とかをすればもっと戻るから、はい、当日なんかまたすげえでかくなって80キロになってる可能性はあると思う。それちょっと怖いですよ、ね、だけどとはいえ平田浩志郎だってあの茶帯の無差別級も制してますからね、だから無差別だって関係ないっていうところがありますから、ちょっとそこもね、ほんとここも勝負論があるグラントと平田、これもいいと思いますよ。そして、トーナメントの1回戦最後の試合は主者対大塚、はい、でこれが4試合目なんですけど、なんと大塚選手その日の昼間指導してから来ると、すごい指導してから来るから、終わりの方にしてくれっていうことで組んだのがこの順番試合順でしたね、はい、何も変わらぬ、そう平常心ですよね、うんうん、でこの2人はね、ガナビー杯で、うん、賞金トーナメントガナビー杯やって、その時は大塚選手が主者をパスして勝ってると。ほうほう、けどチャオビ時代には、主者と、主者のスイープにやられて負けてるっていうことを言ってました。だから1勝1敗で今度で決着戦とはいえ、大塚選手はフェザー、そして主者はライトなので、この1階級の差があるで、ここで、試合するとしたら、まあね、2年ぶりか3年ぶりじゃないですかね、そういうような、組み合わせになっております。はい、ここはどうですか、主者と大塚。そうだね、まあ大塚選手ね、本当最後の最後に、でこのトーナメントをやるときに結構声かけたんだけど、いやちょっとみたいな感じでみんなひよったんですね。けど大塚選手がこのメンバーに入っても俺はやれるというところで、出場快諾してくれたので、だって負けるって分かってて残る子出てくるとは思いませんよ。そうだね、まあ、勝算があるから来るわけです、うん、で大塚選手っていうのはやっぱりテクニックもそうだけどクレバーですね、戦略があると思います、うんうん、黒帯のをつってるぐらいなんで、だからそういうような戦略を駆使して、こいつにはこうすればいい、こいつにはこうすればいいっていうのであると思います。で気合でトライアル負けました、うん、けど決勝戦の試合内容はどっち勝ってもおかしくなかった、ね、ギリギリ。そしてその、試合直後に一言で、いや難しいって言ってたのはやっぱこのルールサボオンリーでオーバータイムっていうような、そういうようなゴールデンスコアみたいなルールに対応しきれない部分があったと思うんですよね、うん、けどそれを一旦経験したことにより、そこの部分はアップデートされてるんじゃないかと、うん、俺は思っております。年齢的にはどれぐらいなんですか。大塚選手35、主者も30ぐらいじゃないですか、30ちょいちょいだと思います、うん、ただ主者はね、決めがあるんですね、うん、だからね、主者がこの間まあ決められてますけど、主者が1本決められるっていうのはね、本当その前で出原修太郎クインテッドで、うん、ミューズでね、セミナーやった後にミューズの半地下でね、ジョイントマットの上で寝て、次の日にクインテッド試合出て、ワンマッチでやって、出花選手に腕十字決められたっていう以来の試合で、この間の、JBJ の全日本で森田選手決められちゃったんだけどね。けどそんなに主者決められてもなかなかないし、で逆に主者は決めが強いので、でまあちょっと前のね、試合映像といや、岩本選手とやった試合でも決めてましたし、やっぱそういうような決めがあるのが主者の怖いところ。だからそこをどうやってかいくくれるか、大塚弘明というところですね。これ1回戦もね、非常にね、どの試合を切り取ってみても見どころがある試合だと思いますよ、うんうんうん、1回戦どの試合を期待してますか。僕ですか、どれがいい。僕は密かに第1試合、うん、
塚田大柳、はい、塚ちゃんも、まあ、あと大柳くんがラスコンファイターで、そうですね、はい、期待の、そうだって大柳くんだって青梅くらいの時からでしょ、もうすんごい知ってます、ちっちゃい頃から知ってますちっちゃい頃、いや本当に俺らが出してまだ当たる、だそれこそ大柳が白帯の時からね、うん、仙台で知ってますから、仙台で見つけたんだもん、ね、そう、そうなんです、あの大柳くんとね妹とセットで、そう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 、主砲っつってあの一緒に打ち上げでね、いろいろ語られましたよ、うん、だからまだカラビゲームに入る前の時からだって、仙台操縦会でやってる時から知ってますからね、だからそういった部分でも本当にまだ大柳が何者でもない時から知ってるっていうね、で今そこから一歩ずつ上がっていって黒帯になってトップグループの一角にいるっていうところを、そこをまざまざと見ていったもんね、そうね、だって青帯の時だってね、ブルーデスニーで試合やったりね、で紫でそのアジアを勝ったりって、そういうのも全部つぶさに見てますから、だけど塚田一太郎もね、このブラジル人肩着のね、そうですね、もうなかなかのしんどい日々を送ってるのも知ってるし、だからね、そのなんつーの昔からのレジェンド的な、うん、まあ、ね、黒帯としてのキャリアは雲泥の差だと思いますよ、ね、そこに壁となってそう立ちはだかるのか、そこのニュージェネレーションの波に飲まれるのか、そうそうそう塚田一太郎、 そんな物語もあるありますね、うん、そういうのが楽しいから、そうこれもいいと思います、うん、はい、チュミさんどの試合がいいですか、いや私は森戸選手と健也選手の試合、カルペディエム絡んでないじゃんカルペディエム絡んでない、いつもの いつもカルペディエム、カルデベールそれカルペディエム大好きみたいな、グランド選手と甲州郎選手って言えばよかったですかね、いやいいの自分いいと思いますよ、森戸山中の、まあ、やっぱこの間のすごいの見てるからもう一回見たいっていうのが正直な、はい、あの心としてあるんですね、そうでちょっとね、はい、本当に、ね、山中くんのいいとこ見てみたいですよ、本当に、なんかね、なんかみんなね、森戸選手有利雰囲気あると思うけど、そうなんか俺山中健也のちょっといいとこ見てみたい、ちょっといいとこ見てみたいいやだからね、ほんと KIT02 の時もそうだし、でこの間 JBJ 全日本もそうだし、ガラヒビーハイもそうだし、なんかね、いいとこ行くんですよ、でそこなんか取り切れないというか、いや頑張ってほしいですよ、山中選手楽しみです、うん、山中、森戸、まあけどね、まあ森戸有利は否めないけど、山中の一発を俺は期待したい、うん、はい、だけど、まあ、このトーナメント全体を見てもやっぱり平田浩志郎っていうこの存在はギラリと光ってますよね、やっぱりあの KID トライアルをやってよかったなと思うのは、やっぱその茶帯が一人入ることによって、でこのトーナメント全体がちょっとどうなるかわからないというか、うん、でしかもだってただの茶帯じゃなくて、もう全日本ダブルゴールドみたいな、もう勢いもノリノリですから、うん、この平田がどうなるかっていうのも見どころあると思うし、いや本当にこれはね、実力者ゾロだと思います、もう誰が優勝してもおかしくないと思いますよ、頑張ってほしいと思います、うん、はい、はい、じゃあチュミさん、この8人優勝予想どうですか、優勝は、優勝難しいですね、これは、いやでも個人的な感情としてはやっぱりケイト先生か甲子郎に、さあこれで最後どっちかだろうみたいな、クローズアウトしないですか、しないです、あそうなん、しないですか、白黒つけるから、わー白黒つけますよねっていう感じですけど、どうですかいや大柳平田はどっちなんだ、いやケイト先生で、おあの疲労なんで私、はい、はい、じゃあ、ね、ラスコンケニーはどうですか、まあ個人的にはね、ラスコンファイターのやっぱ優勝は見たいんですよ、うん、でもそんな甘くないと思うんですよね、うん、僕ね、もしかしたら、うん、ケンヤ君、あ山田ケンヤどうですかね、もし1回戦勝ったら多分行くと思います、いやだからそういう風にやっぱりね、なりふり構わずっていうのも言ってるし、うん、でしかもこのトーナメントの1回戦もだって俺は彼の希望を組んでやったので、うん、それでダメなんだったらもうダメだと、はい、主者もまあちょっと勝ったらトントンっていく感じなんで、そうね、ブラジル人はね、波に乗ると止められないですからね、ケンヤ君も1回戦、うん、まあみんなそうだとも1回戦が肝なんだけど、そうそうそう、本当誰が勝ってもおかしくないですよね、うん、意外とね、グラント選手とかがバンバンバン、そうグラント本当に体重次第です、大きい体重次第です本当に有利でしょそれは、はい、かなりの、はい、体重だけです。体重さえ作れちゃえば、もうグラントは本当優勝候補の一角だと思いますよ。甲子郎なんてあれでしょ、なんだっけ、チキンしか食えないんだっけ、そう、あの米食えないんですよ。米食えないんですよ。いや、食べるようになったけど、けどやっぱりこの間アルゼンチンが帰ってきて、またやっぱり米はちょっとみたいな。あ、そうですね。だんだんちょっとアルゼンチン寄りになってますから。
もうアルゼンチンスペイン語ですから、コモエスタって言ってましたから、かっこいいな、ガブリエル平田ですからガビート平田って言ってますからね。いや、かっこいい、やっぱガビートって言ってる。やっぱちょっとそっちのなんだろうね、土っぽいそうなってたね。ちょっとほら髪の毛も、はい、あのほら金髪にして、はい、で黒に金髪ってところがまたラテン系な、かっこいいもんな本当に。最近ちょっとあれですよね、うん、ちょっと反骨のあれがありますよね。そうそうそう、ちょっとラテン系のノリが、あのソンブレラがすごい似合うんじゃないですか。ソンブレラ似合うの場合は、はあ、もう主者ですけど、ね、今歴代1位はもうだからヒゲも早かしてるからあれマリアッチのマリアッチの、あのコラスコーチャスで被せた時のマリアッチのあのソンブレロとあの辺なんつうのジャケットみたいなやつにギター持たせたらナンバーワンかもしれない、はい、かっこいいから似合います、はあ、平田光志郎もあると思います、うん、はい、まあ俺の予想はね、まあやっぱり勢い的には森戸と言わざるを得ないんだけど、うん、俺は山中君に頑張ってほしいし、うんうん、まあけどその中でチャオビで、勝ち上がって平田光志郎っていうのもやっぱりこの挨拶できないところがね、だんだん挨拶できるところまで来ましたから、そこから先も見てみたいっていうことで平田光志郎も押しておきたい、はい、はい、こんなところですかね、はい、この、賞金トーナメントを行われる KIT03、はい、8月29日日曜日14時から、第1試合開始になります。その前に13時半からオープニングマッチ3試合組んでおりますので、そちらの方からぜひ、ご覧ください。このトーナメントね、非常にね、もう誰が勝ってもおかしくない、非常に、激烈な戦いが行われると思います。もうこの激アツトーナメント生配信でぜひ、後からね結果を知ってから見るんじゃなくて、その場でこの祭りに参加してほしい。その場でね、もうその場で、もうその場で俺もうっていう、ね、もうツイッターでその場で更新しちゃいますから、見てから、もう見ないと、もうすぐするすぐしちゃいます、その場でしちゃいます。まあどっかしら漏れるもん ね、もう横漏れ情報を出しますよ横漏れ速報出しますから、ぜひともこの配信を見ていただきたい、うん、8月29日日曜日14時から、ツイキャスプレミアで配信です。前売り3000円、当日3500円です、はい、そのね、前売りの8月の28日の12時までに買っていただければ3000円見れますね。でこの、配信チケット購入していただくと、金屋ボーイズ東京 そのベースのところでこの T シャツ売ってますね。ストアで使えるチケットも500円割引で買えますので、3000円で買えますので、こちらの方もぜひぜひ合わせてご購入の方いただければと思います。はい、この KIT03 ぜひぜひこの、賞金30万円トーナメントの行方をリアルタイムで見ていただけると思います。はい。アーカイブ放送するんですか？アーカイブあれば2週間ありますよ。うん、1回見た後に、あのフィニッシュどうだったかなと思ったらそれを 見れるし。あとあれですよね、みんなで集まって見ないでできれば欲しいですね。いやもう、なるべくならそうですけど、いやもういいです。いいですか？とりあえずみんな注目してほしい。そう、とりあえず見てほしい。見て、良ければ次は買ってほしい。そうやってどんどんだんだんね、この輪を、はい、配信で見るっていう文化をね、ちょっと呪術も、今、生で、無料とかでやってますね。けどこれちょっとショーアップされた、うん、ちょっとプロマッチみたいな感じになってるの で、どれもいい試合ですよ。そう、こういうのもね、やれればいいなと思ってますので、うん、この初開催の賞金トーナメント30万円、ぜひぜひ皆さんもご視聴ください。よろしくお願いします。お願いします。